モノポールドライブシステムダウン。姿勢制御不能。急速降下中。エマージェンシー。エマージェンシー。モノポール。エマージェンシー、エマージェンシー、ジェネレーターに深刻なエラーが発生しました。出力 40% 低下。どういうことだ？誰かがジェネレーター干渉を…まさか！モノポールドライブシステム、ダウン。現在高度12000。姿勢制御不能。急速降下中。ダメだ、わらわの操作を全く受け付けん。痛いです、マスター。コンソールを叩かないでください。ええ、文句を言っておる暇があったら己で策を講じてみよう。了解しました。現在調整プログラムを構築中です。完成まで残り940。遅い、遅すぎるぞ。そんな悠長なことをしておる間に。まだ動いてるですか？いいからとっとと落ちるです、このロディオ宇宙人。バラワに喧嘩を売るとはいい度胸だ。今すぐ出てこい。踏んじまってくれる。マスター。なんだ、また何か問題か。おやすみなさい。流れ星だよ。そうね、綺麗ね。西暦 2000XX 年12月、その日日本は消滅した。日本の皆さん、私たちはここまでやってきました。しかしまだたくさんの課題が残されています。だから今日、自ら問いかけてください。私たちはこれからどのような変化を見ることになるでしょう。どのような発展を私たちは築けるのでしょう。これは私たちがその問いかけに答えるチャンスなのです。そうです、私たちはできるんです。北海問題のレジュメ、どこにしまったかしら。大統領ったら、また私のお尻触ろうとしましたね。当たり前です、レセプションの準備で忙しいんですから、そういうのは後にしてください。まったく、そんなことばかり言ってると大浜大統領にご報告しますよ。
では、私はこれで。まだ何か。一緒に踊る気はありませんよ。まだまだ探すつもりですから。耳寄りな情報ですか？あ、すごい。よく覚えてますね。いい加減にしないとセクハラで訴えますよ。はい、ありがとうございました。おい、晩餐会の衣装まだ届いてないぞ。制作部長はどこに行った？これから会議のはずだろう。純一郎じゃないか。見てわからないのかね。大忙しさ。他のヒロインの好感度も上げないとメインヒロインが落ちないんだ。こいつは手強いぞ。何を言っている。フラグ管理も情報長官の立派な務めの一つだ。現実なんてクソゲーだ。不適切な表現など一切ない。これが私の本心だ。ブルーハート2初回限定版だ。君もね。三次元の女の子なんか追いかけて一体何が面白いんだよ。それで何の用かな。要件だけは聞いておこう。それはスタッフの仕事を手伝いたいという意味。首相な心がけだが、副大統領に仕事を押し付けるわけにはいかない。周りの目もある。純一郎。そんな雨に濡れたヨークシャテリアのような目をされたら、これは。